エリー・アーメリング。エリー・アーメリングは、オランダのリリックスオプラの、本名エリザベート・サラ・アーメリング。オペラにも出演したが、主にリート歌手として、国際的な演奏活動を続けた。1996年に引退。可憐そのものというより他ない、ビブラートの少ない透明な性質により、幅広い聴衆を獲得した。レパートリーは幅広く、 モーツァルトやシューベルトのようなドイツリートだけでなく、フランスのメロディや、ガーシュウィンやバーバーの英語歌曲のほか、山田耕作や中田義直などの日本語歌曲までを、言語で歌った。世俗歌曲のほかに、宗教曲でも演奏や録音を残している。カークビーの先駆者といいウール声の特徴から、明らかに、古学向きであり、コレギウム・アウレウムやイエルク・デムスなど、 戦後の早々期の小楽器団体と共演して、バッハのカンタータやモーツァルト及び、シューマンのリートを録音した。ヘルムート・ビンシャーマン式のドイツ・バッハ・ゾリステント・バッハのカンタータで、たびたび共演し、日本にも共に来日し CD も残している。日本映画、花の乱の主題歌、水の上で歌うを歌っている。現在は演奏活動から離れたものの、世界各地で、 マスタークラスを主催2005年秋に京都でゲーテインスティトゥートの支援により公開講座を行った。ありがとうございます。